はい、皆さんこんばんは。マグハウスの田村です。本日は空港通りモデルハウスからお伝えします。今日はですね、モデルハウスの、夕方夜の雰囲気を楽しんでいただきたいと思いまして、こういった時間からお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今夕方の6時ぐらいですが、ちょうど、日も暮れてですね、モデルハウスの、照明をつけている時間帯になります。ちょっと外がですね、ラッシュの時間帯で車の音がうるさいと思いますけど、ご了承ください。まずはお庭の方ですね。はい、非常にこの樹木とですね、夜のライトアップされたモデルハウスの雰囲気が、いい雰囲気を、醸し出しているかと思います。こちらの方にはですね、こういったように木の外壁を、床の方から少し照らすようなですね、照明なんかもついています。ちょうどお客様の、通られるアプローチのところになりますので、非常に雰囲気がいいと思います。はい、そしてこちらの方はちょうどお庭の方からですね、ウッドデッキの方に回っていくんですが、はい、どこでもドア的なドアをくぐっていきます。はい、なんとなくこう建物のですね、暖かいこの光にですね、誘われてしまうような雰囲気になるかなと思います。はい、いいですね。夜のなんかウッドデッキもですね、雰囲気が良くて、ちょうどこういった今10月なんですが、季節も良くてですね、こういった季節はですね、夕方にちょっと外でコーヒーを飲んだりとかですね、したりするのには最高の場所かなと思います。はい、非常に照明が綺麗かなと思います。はい、そしてまた元の方に戻っていきます。はい、それでは、こちらの方からアプローチを通っていって玄関から中の方に入っていきたいと思いますが、はい、今ライトがつきましたが、こちらがそうですね、玄関の下の、ガレージの部分になります。はい、こういった形で玄関にも少し窓がついてまして、まあ、ちょうど照明がつきましたね。はい、人感センサーになってます。そしてこちらの、木の木製の本物のドアもですね、やっぱ夜の雰囲気いいですね。はい、中に入っていきます。はい、こちら玄関になります。はい、玄関もですね、照明がついてまして、ちょうどいい感じで照らしてくれてるかなと思います。はい、ずっと進んでいきますね。はい、はい、早速こちらリビングの方になります。ちょっと全体の方を見せします。はい、こういった形ですね。 LDK は20畳あるんですけど、非常に照明のですね、バランスを考えて設計をしました。リビングの方にはこういった形で、天井にはダウンライトがあったりとか、一部こういった壁を照らすようなですね、いわゆる間接照明的な、照明なんかも組み込んであります。そしてこちらがキッチンと、ダイニングのスペースになりますね。はい、こちらも、極力照明の数を少なくして、キッチンの手元とかですね、作業するスペース、そしてダイニングの、テーブルを照らすようなペンダントライトなんかを主の照明として考えてます。はい、ぐるっとこちらの方からですね、キッチンの方に回っていきます。皆さん意外にですね、このダウンライトというか埋め込み型の照明って暗いんじゃないかと思われてるんですが、しっかりと光量の計算をして照明の計画を考えてますので、十分な明るさがあるかと思います。はい、こちらの方はこういった形でワークスペースですね。最近はお家で、仕事をされたりとか、テレワークだったりとか、そういった機会も増えてるかなと思いますので、こういうスペースが少しあるとですね、非常にゆっくりと仕事だったりとかパソコンの作業ができるかなと思います。ぐるっと回っていきますね。はい、こういった形ですね。
このペンダントライトも2灯設置してあるんですが、非常に柔らかい光がですね、出てますね。はい、まあ、ルイス・ポールセンのという、デザイナーさんの有名な照明器具なんですけど、すごく温かみのある照明になっているかなと思います。キッチンの方もしっかりと照明が出てますね。はい、でもう一度リビングの方に戻っていきます。こういった形です。はい、リビングは今主照明の、ダイニングじゃないわ。このダウンライトですね。失礼いたしました。と、間接照明をつけている状態にはなってますが、間接照明だけにするとこういう雰囲気ですね。ちょっとカメラを通してだと分かりにくいと思いますけど、非常に雰囲気がいいと思います。主照明をつけると、またこういう形ですね。はい。この主照明も色が LED ですけど、3色に変わります。非常に温かみのある電球色、そして中間色と、これが白っぽい中白色。最近は LED ライトなんかもですね、こういう調色だったりとか、こういう形で明るくしたりとかですね、ちょっと暗めにしたりとかっていう調光ですね、こういったものが非常に自由にできるようになってます、はい、ですね、はいはい、お分かりになられますでしょうかね、はい、少しでも雰囲気分かっていただければと思います。で、水回りの方ですね、はい、こちらの方が1階の家族さん皆さんで使っていただけるファミリークローゼットになります。1階にこういうクローゼットの空間があると非常に便利かなと思いますね。いちいち2階に、着替えに行かなくてもよかったりとか、洗濯物干しスペースなんかも1階にありますので、干したものをさっとしまってもらえるような、スペースになってます。こちらはランドリールーム、ランドリースペースですね、はい、こちらもスペースが十分あります。で、反対を向くと、はい、こちらは洗面と脱衣のスペースになります、はい、こちらもやっぱ夜の雰囲気もいいですね。このモルテックスという素材ですね、デザイン性も非常に優れているんですが、機能面もしっかりしておりまして、水を浸透しにくいとかですね、あとは非常に硬い素材で、しっかり丈夫な素材になってますので、こういった洗面台とかですね、水回りに使っても全く問題がないおすすめの素材になってます、はいはい、また元に戻っていきます。ぐるっといきますね、はいぐるーっと行きまして、はい、こちらの方から2階のスペースになります。はい、2階に行く前に、ちょっとトイレの空間をお見せします。はい、形ですね。はい、トイレももう十分な、広さと明るさがあります。まあ、夜でもちょっと落ち着いた雰囲気のタイルなんかも貼ってありますし、よりスペース的にも有効に活用されているトイレの空間になっているかなと思います。で、2階の方に行きます、はい、ずっと上がっていきます。はい、2階の方に参りました。まずは2階の方はですね、主寝室の方からご案内したいと思います。はい、割とこの主寝室もですね、ご来場される方は皆さん非常に評判が良くてですね、この主寝室は床はフローリングではなくて、カーペットを採用しておりますので、非常に、素足だとか靴下とかストッキングでも足触りが非常に良くて、落ち着くような、足触り、肌触りになっています。そしてこういった形でですね、直接的な照明は全く設けずに、壁を照らすような間接照明ですね、はい、こういったものと、あとはベッドの、枕元を照らすようなこういったスタンド照明ですね、はい、こういったもので非常に落ち着く、ぐっすりと
休んでいただけるような寝室の空間に仕上げたつもりです。はい、ウォークインクローゼットも3畳の広さがありますね。十分な広さがあります。はい、こういった空間になってますね。もう一度主寝室全体を映していきます。窓も、配置には、工夫をしまして、大きすぎず小さすぎず、ちょうどベッドを置いた位置のですね、頭の高さぐらいにですね、窓を配置することによって、落ち着いた寝室の雰囲気を、出してます。で、朝が来ればですね、ちょうど東の朝日のですね、光が柔らかく入ってきて、目覚めもですね、すごく気持ちのいい寝室の空間になっているかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、空港通りにありますですね、モデルハウスのご案内をさせていただきました。はい、夜ということでなかなか、普段はですね、ご見学の時もですね、日中しか見れる機会が少ないと思いますので、こういった形でですね、少しでも、モデルハウスとか実際のお家の雰囲気をお客様に味わっていただければ、いいかなと思いまして、配信をさせていただきました。はい、マグハウスでは、YouTube でですね、いろんな、実例の、公開をしておりますので、ぜひ皆さんよろしければですね、チャンネル登録、お願いしたいなと思います。今後もたくさんモデルハウスだったりとか実際のお客様が建てていただいたお宅の、ご紹介をしていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。